はい、こんにちは、ヒロです。本日の動画ですけど、サニーフィッシュの田中コーチと一緒に撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で前回の動画ではバイクの基礎スキルというところを教えていただいたんですけど、今回はランの基礎スキルということで、またエッグマンの講習内容ということですよね。そうですね。はい、わかりました。じゃあ早速やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、ランニングの方を始めていきましょう。まずはですね、ランニング、いきなり走り始めるんではなくて、しっかりとランニングにおいて効率よく走るための姿勢がとても大事になってきます。ランニングは必ず足がつく着地が発生するので、着地したら今度返ってくる力、反発力ですね、反発力をいかに上手に使えるかっていうのがランニングではとても大事な要素になってきます。で、反発力を上手に使うためには姿勢が崩れていると、その反発力、足元から返ってきた反発力が途中で、なくなってしまうので、減ってしまうので、そうならないようにしっかりと反発力を、効率よく最大限使うための姿勢をまず意識していただきたいと思います。まずは、お腹ですね。お腹こう抜けてしまって、こう反ってしまったりとかしてしまうと腰にも負担かかってしまいますので、お腹は、軽くおへその下を少し締めてあげるようなイメージ、軽くそっとこう持ち上げてあげるようなイメージですね。少し私はそういうイメージ持っているんですが、そして、上半身すごく大事になってきます。肩周り、こうやって力んで上がっちゃったりとか、あとこうやって猫背になってしまうとすごい姿勢が崩れてしまいますので、お腹しっかりと力入れた状態で肩はリラックスしてあげてください。耳と肩の距離が少しこう遠くなるようなイメージ持ってあげるといいかと思います。肩リラックスして下げて、そして軽く肩甲骨を寄せるイメージで胸の前をしっかり開いてあげるですかね。これが基本の姿勢になってきます。なので今日もこの後やっていくドリルは全てこの姿勢をしっかりと基本姿勢として意識しながら行っていきましょう。はい、わかりました。はい、ではまず最初、一番基本的なドリルを入れていきたいと思います。で、先ほどお伝えした姿勢ですね、しっかりキープしてください。で、まずは足のつく位置を、適切なところについていくドリルをご紹介したいと思います。でですね、一番理想としてはしっかりと体の自分の重心の真下に足をついていただきたいんですね。ただよくあるのはこうやってちょっとこう遠くに足をついてしまうようなパターン。そうしますと、遠くについちゃってるので、このついた足を体が追い越すまでに少し時間がかかってしまうので、そうすると設置時間も伸びて足への負担も大きくなってしまうので、しっかりと体の真下に足をついてあげる、そのためのドリルを行っていきます。最初は走らずに歩きながらのドリルです。さっきの姿勢から足を上げてつく、ポン、体の真下についてきてあげる、これだけです。非常に簡単なドリルで、おそらく皆さん最初から上手にできるんじゃないかなと思うんですが、軽く進みながら少し行ってあげてください。上手にできるようになったら両足を交互にポン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 ついてあげる。歩くという動作ですが、しっかりと足のつく位置を、体の真下についてあげる、そこをしっかりと意識して行っていきましょう。はい、では次のドリルですが、今度は、ジャンプを、両足ジャンプ行っていきたいと思います。ランニングって実は小さなジャンプの、連続動作です。というのもランニングというのは、一度両足が必ず地面から離れる瞬間があるんですね。地面から両足が離れて体が一瞬宙に浮いて、またそこから、接地が起こって、でその接地した足で返ってくる反発力を使ってあげる、その運動の連続なので、しっかりと上手にジャンプをできるっていうのはすごくランニングにおいて大事になってきます。で、今からやっていくのは両足を揃えて両足のジャンプ動作です。で、この時に意識していただきたいのがですね、なるべく足と地面がついている接地時間ですね、接地時間はなるべく短くするイメージ、そして逆に短い接地で、長い滞空時間を得られるような、反発力の受け取り方、そこをイメージしてあげてください。一度実際にやってみたいと思います。両足揃えていただいて、ジャンプの動作でなるべく短い接地で体がオンオン、長い時間宙に浮いているような力の受け取り方をイメージしていただいて、ポンポンですね、両足ジャンプで、ジャンプの今の力を受け取るという感覚がある程度つかめてきたら、その後、走りにつなげていただけるといいかなと思います。
そうですね、なるべく短い設置時間になるように、あまりこう沈み込みが深く発生しないように意識してあげてください。自分の体で頑張って飛ぶんではなくて、地面から返ってくる反発力をもらえる分を上手にもらって、エネルギーに変えていきます。そうそう、地面からの反発力ですね。そうですね、返ってくる力を最大限使っていきましょう。いい感じです。今の、両足ジャンプの少し発展バージョンのドリルももう一つご紹介したいと思います。今度やる内容としては、今とまず基本は同じです。両足で踏み切っていただく両足ジャンプですね。で、両足で踏み切った後に体が宙に浮いている時ですね、その時にももを左右交互に上げてみてください。どういうことかというと、一度やってみたいと思います。これさっきの通常のジャンプですね。今度やっていくのは、両足で踏み切った後に足を片方ずつ右左ポンポン、実際のランニングシーンのように左右の太ももをリラックスした状態で上げていきます。はい、こんな感じですね。体が宙に浮いてる時っていうのは、基本的には何をしても推進力は得られないです。足と地面が、設置してる時に地面を押すためのエネルギーを得ることができるので、体が地面から離れて宙に浮いてる時は、もうリラックスした状態で太ももを左右交互に上げていただく。着地の反発力をもらう瞬間と、空中でリラックスしてあげる姿勢を作る、そこの2つを今度は合わせたドリルになっております。はい、わかりました。はい、いただきます。はい。あれ、ちょっと怪しいですね、ヒロさん。ですから、着地の瞬間はさっきと同じです。両足で揃えて着地していただいて、体が浮いたなと思ったらリラックスして、ももを左右に、足が揃ってないですね。難しいですね。ちょっと練習が必要かもしれません。これはちょっとなかなか最初難しいドリルですので、はい、最初のジャンプが上手にできるようになったら、ぜひチャレンジしてください。そうですね、練習しておきます。はい、お願いします。はい、では続いてのドリルです。今度はですね、足の設置の、足の入れ方、設置の仕方のドリルを行っていきたいと思います。よくフォアフットとかかかと、どちらがいいのっていうふうに聞かれたりするんですが、私はあの足の入り方はどちらでも構わないと思ってます。ただこうブレーキ、後ろから前にこうブレーキをかけるような設置をしてしまうと、それはスピードをそこで、ね、ストップさせてしまうので、そうではなくて、むしろ自分の体を前に押し運んでいくために、少し後ろ方向に力をこうかけてあげられるような設置の仕方をしていただけるとベストです。そのための練習として、今度はあえて膝を伸ばしていただいた状態で走っていきます。こんな感じ、こうやって膝を伸ばして走っていただくと、意識しなくても自然に前から後ろに地面をこう少し引っ掛くような設置の仕方になると思います。ここをうまく感じてみてください。で、この時に体が一緒に反らないように、体はあくまで進みたい方向にしっかりと体重をかけていただいて、膝を伸ばした状態で進んでいただく。で、ここの設置の仕方を感じられたら、少しずつ膝を曲げていただいて、普通の走りにつなげていっていただく。そうすると足の設置の入り方が良くなってくるので、ここのドリルを行ってみましょう。最初のきっかけの部分を意識していきましょう。そうですね、いいですよ。そこの設置が感じられてきたら、少しずつ膝の角度を曲げていっていただいて、実際の走る動きに近づけていきましょう。そうですね、いいですね。足の回転綺麗になってます。とてもいいです。はい、ではですね、ここまでやってきたドリルを今度はちょっと組み合わせた内容を入れていきたいと思います。今度はちょっと皆さん、リズム感に自信のない方はちょっと練習が必要かもしれないです。あら、片足のもも上げをステップを踏みながら入れてみてください。ポン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 、結構リズム感必要ですね。そうなんです。軸足でジャンプの、さっき両足でジャンプやったと思うんですけど、今度は片方の足でジャンプしながら、もう片方の足をポン上げる、もも上げ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 、こういったドリルになります。でですね、これここまでやってきたドリルをそれぞれ組み合わせているようなイメージで、足上げていただいたところから、自分のしっかり体の真下、最初にやったドリルですね、着地位置はこう遠くにそのままつくんではなくて、しっかり体の真下に戻していく。で、一つ前のドリルのように、上げた足をしっかりと自分の体の下にね、戻してきて着地してあげる。そして軸足ではジャンプをしながら、
地面からの反発をうまくもらってあげるっていう、ちょっと応用編になりますので少し難しくなってくるんですが、リズムがつかめてくれば必ずできるようになりますので、今までやってきたドリルの内容をしっかりと踏まえていただいて、ポン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 、片方の足ができたら今度また反対の足ポン、このような流れで行ってみてください。はい、では走っていきます。足の回転とスピンですね、そこを意識しながら走っていきましょう。はい、そういう形で走りの動作につなげていくんですね。そうですね、ドリルの後は実際に走りを入れていただいて動作をつなげていただくといいと思います。はい、わかりました。はい、はい、ドリルをいくつか紹介しました。他にもたくさんドリルはあるんですが、今日はこの後は、実際に少し、20分程度ですかね、初回、少しゆっくり長く走っていきたいと思います。はい、技術的な練習ももちろんそうですし、あとはよくこれから競技始めるにあたって、じゃあもう思いっきりハードに頑張って走るぞって意気込んで、やってしまう方もいらっしゃるんですが、その気持ちはすごく大事なんですが、やっぱりトライアスロンとかこういう持久系競技においてはですね、もうゆっくり長く動き続ける、これがもう練習の基本としては一番大事です。一番基礎をしっかり作るためにはゆっくりの、本当にこう会話ができるぐらいのゆっくりのペースで構わないので、運動し続ける時間を伸ばしてあげるのがすごく大事になってくるので、頑張る練習はその先で全然 OK です。なので、特にこれから始めようと思っている初心者の方は、動き作りの練習を少ししていただいてからはですね、頑張ることよりもゆっくり長く動いてあげる、ゆっくり長く練習時間を確保してあげるということを、ぜひ考えながらトレーニングしていただけるといいかなと思います。はい、というわけで今回はランの基礎スキル、エッグマンのカリキュラムということで、田中文也コーチにいろいろとご教授をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうね、ランニングも僕も走れたつもりではいたんですけど、なかなかやっぱり基礎のこととなると忘れがちというか、そうですね、改めて聞いてみると、考えておくべきことって結構多いんだなっていうのは感じました。そこを感じていただけてよかったです。はい、でトライアスロンスクールのサニーフィッシュでは、こういったエッグマンの他にいろいろとたくさんのカリキュラムをご用意しているんですよね。はい、はい、どういったレッスン内容を展開しているんでしょうか。はい、そうですね、今回やらせていただいたエッグマンは超初心者の方向けのコンテンツになっております。で、東京の駒沢を中心にスクール展開しておりまして、また昨年末から、川崎市の宮前平で新たに朝スイムのスクールも始まりました。はい、そちら私が今メインで、コーチを担当させていただいております。まだまだそちらの宮前平の方は駆け出して新しいスクールですので、新たに来ていただける方も今絶賛大募集中ですので、トライアスロン興味ある方、朝スイムご興味ある方、また川崎周辺にお住まいの方は、ぜひ一度遊びに来ていただけると思っております。はい、そうですね、いや、そういった朝スイムの環境がね、近場にあるっていうのはありがたいですし、そうですね、ぜひぜひね、興味のある方は、動画の下の概要欄にもリンクを貼り付けておきますので、そちら興味ある方はぜひチェックをしてみてください。はい、また田中コーチも今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。